が過ぎようとしていた。よし、いいぞ。もうほとんど完璧だ。では、そろそろできるか試してみてもよ。よし、二人の気をピタリ同じにしろ。はい。いいぞ。世界崩壊のカウントダウン、魔人ブーの凶悪変化。なんちゅう木の嵐じゃ。いや、やりよったわい、成功じゃ。よっ、よし、ひとまずはうまくいったぞ。30分後にはいよいよスーパーサイヤ人で成功させるんだ。俺を甘く見てないか。魔人ブーを倒すぐらいこのままで十分だぜ。貴様は魔人ブーの恐ろしさを何も分かっていない。まだその程度では絶対に勝てるわけがなかろう。高びなやつだけど大丈夫か。また一日余りの魔人ブーの攻撃で、このブーは人々を粘土に変えて自らの家をつこの間、地球側もただ黙って見ていたわけではなく、やはり全く歯が立たず、ことごとく壊滅に瀕し、だが残された人々、救世主がまだ生き残っていることを知っている、あのセルをも圧倒した世界一、いや宇宙一の僧、腐敗神話を誇る最強ミスターサタンがついに。あれが魔人ブーの家か。いるのかな、魔人ブー。いないのかな。いないぜ。おじけついたか、魔人ブー。しょうがないな、いないんじゃな、戦えないもんな。帰るしかないか。カカ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 、ヤッホー。こんにちは。はじめまして。お前、どんなお菓子になって食われたいか。いやちょっとお待ちください。私は家来になりに来たんですよ。お前、俺の家来になりたいのか。それはもちろん。魔人ブー様に素敵なプレゼントがあるんですよ。ほら、高級チョコレートですよ。どうぞ。チョコか。高級ってなんだ。とっても値段がお高くて美味しいってことですよ。ドキドキ。食べたぞ、バカめ。そのチョコには猛毒がたっぷり入っているんだ。うまいな。え？人間のチョコよりうまいぞ。そうすか。お前、面白いやつだな。家来にしてやる。え？どうもありがとうございます。へえ、いい気になるなよ、このデブ。今に覚えてろ。ギッタギタにぶっ飛ばしてやるぜ。こうして魔人ブーのご機嫌を取りつつ、
命を狙っては失敗を繰り返す魔人ブーとミスターサタンとの奇妙な生活が始まった。それから数日後。お帰りなさいませ。まだ食事を作っている途中でして。どうしたんですか、その犬。こいつビビらない、逃げないのだ。なんでか聞いても言葉がわからない。お前わかるか。言葉はわかりませんけど、そいつ足を怪我してるみたいじゃないですか。それで逃げないんですよ。なんだそうか。怪我を治してやるからビビって逃げろ。それ逃げろ。なんだこいつ、逃げない、怪我治ったのに。そいつ喜んでるんですよ、助けてもらったから。ブーさん気に入られちゃったんですよ。こいつ好きなのか、俺のこと。そうですよ、好き好き。お前と一緒だ、お前も俺が好き。そうです、ちょっと嬉しい。嬉しそうだな、こいつ。魔人ブー様、一つお聞きしてもいいですか。なんで人間を殺したり家を壊したりするんですか。そうやって遊ぶって言ってた、ビビディもバビディも。誰でしたっけそれ。俺を作った嫌な奴たち。そんな嫌な奴の言ったことを聞いちゃいけませんよ。ダメですよ、やっぱし殺したり壊したりしちゃ。お前はやっちゃいけないと思うか。まあじゃあやめた。もう誰も殺さないの。どこも壊さない。やったぞ。やっぱり俺は英雄だ。ここは坊ちゃん、この辺りですよ。魔人ブーの家が。なんだ、びくついているのか。どうってことないって言ってるだろう。第一、強盗に殺人に散々暴れ回ってきた後だろうが。それはそうですが、相手は魔人ですし。いいか、世界中の人間がブーに殺されてるんだ。俺たちがやった殺しもブーがやったと思うさ。とっとと行くぞ。なんでヒーローのミスターサタンが魔人ブーと一緒にいるんですかね。そんなの知ったことか。まとめてぶっ殺してやるさ。俺たちが新しいヒーローだぜ。サタン。クソ、ブーは外したか。助かった。サンキュー。ギギギギー。
どうかしたんですか。逃げろ。犬と遠くに死ぬぞ。え、死ぬ？どういうことですか。早くしろ。はい。何なんだ。魔人ブーの強い怒りによって内に持っていた邪悪な部分が大きく膨れ上がり、もう一人の魔人ブーとなって飛び出した。つまり純粋悪の魔人ブーと無邪気な魔人ブーに分かれてしまったのである。元祖魔人ブーに勝ち目はなかった。分離した時力の大半を悪の方に持っていかれたからである。ああチョコにしてやる。また変なのになった。どうなってるんだ。まだ覚えて。フュージョンの修行が大詰めとなった中、ピッコロとデンデは魔人ブーたちの…なんてことだ。おい、どうしたんだピッコロ。気づかんか、魔人ブーの木の変化。やつは変化してしまったぞ。バカな地球人のせいで純粋な悪となり、体もより戦闘向きなものとなって。しまった。今度の魔人ブーは俺たちの気を。出せ。え、出せ。出せ。一体何を出せというのだ。俺と戦うやつ出せ。戦うと約束したぞ。ここにいるはずだ。大きなパワーここに。確かにここにいる。だが今は眠っているんだ。お前との戦いに備えたな。起こせ。俺待つの嫌い。くそ、いやもえん。ドラゴンボールで必ず生き返らせる。ノックスマンが時間稼ぎをさせてくれ。そうだ。お前はまだ地球上には随分生き残っているぞ。戦うのはその後でもいい。
地球人みんな殺した。さあ戦うぞ。わかったが、今その選手は寝ている。嫌だ。ミスターサタンの子供も待ってほしいと言っているぞ。本当だ、サタン。よし、待ってやる。でもちょっとだけだ。トランクスとゴテンを叩き起こして、精神と時の部屋へ連れて行け。わずかな時間でも、あそこなら数日分は修行できる。が修行するため、わずかな時間を何とか稼いでやむなくピッコロは、ゴテンたちが密かに修行をしている。ここだ。だらだら歩きやがって。なんとか時間を稼いだが、外の1分が中では6時間になる。1週間は修行できたはずだ。頼むぞ。じゃじゃじゃ、じゃあ待っていたぜ、マジンブー。ん、あれか。そうだ、頼む。奇跡を起こっていくぞ。オッケー、ビュージャンプ。ん、パンパカパーン、ゴテンクスだ。ん、いくぜ、スーパーサイヤ人。おお、フュージョンの後でもスーパーサイヤ人になる。そっかりと入れてやるぜ。この技から決めちゃおうかな。もう俺攻撃していいか。おっと、ギャラクティカドーナツ。大丈夫なのか。それとも他にも大技が。クックックあるんだよな、とっておきが。でもちょっとピッコロさんをビビらせちゃおうかな。その方が盛り上がるし。ダメだ。もう大技を出せるようなパワーが残ってないよ。おしまいだ。この世の終わりだよ。貴様もこれまでだ、魔人ブー。貴様や我々のいた世界とこの世界とのたった一つの出入り口を破壊した。もう一生ここから抜け出ることは不可能だぞ。へえ。さあ俺たちを殺し、
永遠にここで孤独に暮らすがいい。この何もない世界でな。お、俺の好きなお、お菓子はここにはない。もう、なんで黙ってそういうことすんの。とっておきのすっごい技があったのに。お前もう限界だっていうようなことを言ってたじゃないか。あれは軽いジョークさ。かわいい嘘ってやつだよ。アホか。こんな時に何がかわいい嘘だ。あの家元に戻してよ。バカバカバカ。二度と戻せるか。バカ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 。そんなの嫌だ。あれ、ピッコロさん、あれは。そんな信じられん。とてつもない木の力で次元に穴を開けやがった。しまった。消えた。何の音だったんだろう今のは。ラッキー魔人ブー。ちょっと腹減ってきたからちょうどいい。何にしようかな。チョコに決めた。私が修行するためわずかな時間を何とか稼いで、やむなくピッコロは御殿たちが密かに修行をしている。ここだ。だらだら歩きやがって。なんとか時間を稼いだが、外の1分が中では6時間になる。1週間は修行できたはずだ。頼むぞ。じゃ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 、待っていたぜ魔人ブー。あれか。そうだ、頼む奇跡を。行くぞ。後でもスーパーサイヤ人になれ。そこまでを上げてやるぜ。この技から決めちゃおうかな。もう俺攻撃していいか。おっと、ガラスティラドーナツ。はっはっはっ。Oh, no.
丈夫なのか。それとも他にも大技が。クックックあるんだよな、とっておきが。でもちょっとピッコロさんをビビらせちゃおうかな。その方が盛り上がるし。だ、ダメだ。もう大技を出せるようなパワーが残ってないよ。おしまいだ。この世の終わりだよ。へ、貴様もこれまでだ、魔人ブー。貴様や我々のいた世界とこの世界とのたった一つの出入り口を破壊した。もう一生ここから抜け出ることは不可能だぞ。へえ。さあ俺たちを殺し、永遠にここで孤独に暮らすがいい。この何もない世界でな。お、俺の好きなお菓子はここにはない。もうなんで黙ってそういうことすんの。とっておきのすっごい技があったのに。お前もう限界だっていうようなことを言ってたじゃないか。あれは軽いジョークさ。かわいい嘘ってやつだよ。アホか。こんな時に何がかわいい嘘だ。あの家元に戻してよ、バカバカバカ。二度と戻せるか、バカ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 。そんなの嫌だ。あれ、ピッコロさん、あれは。そんな信じられん。とてつもない木の力で次元に穴を開けやがった。しまった。消えた。何の音だったんだろう今のは。ラッキー魔人ブー。ちょっと腹減ってきたからちょうどいい。何にしようかな。チョコに決めた。一体どこなんだここは。いる。確かにご飯の気を感じっぞ。どこだ。してぞ。お父さん。なんでおめえその格好。ありゃ、海王神様。それに死んじまったはずのなんとか女王さんも。お父さんこそなんでここへ。ああ、そうですか。魔人ブーはそんなに地球をめちゃくちゃに。それにしてもそいつがさっき話してた伝説の剣か。すんげえ切れ味なんだろうな。その Z ソードっちゅうの。そうだ、宇宙で一番硬いと言われる金属、カッチンコで試してみましょうよ。ははは、きっと豆腐みたいにスパスパ切れますよ。この Z ソードならね。いきますよ。イエーイ。
最強の剣が。ああ、海王神様が勝てんで試してみろっちゅうから。だって手にしたものは世界一の力をも持つことができると。へへ、違いますよだ。あれ？なんだ？あのわしゃよ、おめえのよ、15代前のよ、海王神なんだな、これ。15代前の？海王神様。昔、わしの恐ろしい能力にビビった強くてはあの剣に封じ込められてたんだな。本当にそんなすげえ能力持ってそうなじいちゃんには見えねえ。まあ、へんだ。だったらもう能力のことは教えてやらない。冗談だってば。せーん、もう知らんもんね。そのうち本物の女のおっぱいや尻触らしてよ。ほんとか。ほんとだな。あ、ばっちりさ。やっぱ亀仙人のじっちゃんと女。そんでさ、その能力なら魔人ブーに勝てる。まあ絶対とは言えんがよ、いけると思うな。おーし、ごわん、オラも下界にはいけねえからさ。え、僕が尻やおっぱい触らせるだけで宇宙救えるんだぜ。宇宙は救えても僕がブルマさんに殺す。そんでその能力ってのは。わしゃよ、隠された力をよ、限界以上に引き出すことができる。聞いたことは。なんだよ、割とよく聞く能力じゃねえか。何を言うか、限界以上なんだぞ。おい、あの剣を抜いたのはそこのお前。ちょっと来い。よし、そこに立って。あ、はい、では行くぞ、魔人ブーをターン。ファハーン、ファハーン、ファハーン。ヘイヘイヘイゴーフンフフ。イエイ。それって儀式に5時間、パワーアップに20時間だ。え、おらちょっと昼寝してくるわ。そんな。ではすまん、頼んだぞ。はい、キビトさん、お願いがあるんですが、お父さんと同じ服にしてほしいんです。なるほど。色は惑星ポポル。山吹。バッチリ。私は行く、遥か遠い海王深海で。さよなら。よし。トランクス君、ピッコロさん、間に合ってくれ。あそこだ。まいったな。殺されちゃ頼りになるとは思えんが、俺もやるだけやって。なんだ。誰か来る。帰ってきたご飯。限界を超えた奇跡のパワー。兄ちゃん、兄ちゃんだ。よかった、間に合って。ごはんさん、兄ちゃん、よかった。あれがごはんなのか。甘さも消えている。だからあいつとは分からない。他のみんなは殺されちゃったよ、魔人ブー。母さんやデンデス。そうだよ。おいしかったぞ。みんな食べちゃったんだ。違う、感じるぞ。おい、違う、
貴様を殺す。
しれん。てんぜ、お前は。やっぱりな、お前だったか。遠い遠い、ずっと遠いところで強い力を感じていた。俺は俺より強い力を許さない。そいつは残念だったな、魔人ブー。よく聞けよ、俺はお前だけは許さない。絶対絶対絶対だ。すまん、ご飯。助かった。いえ。自爆するとはな。死んだのか、ブーは。いえ。どういうことだ、逃げたのか。気を感じないぞ。あいつだって気を消せますよ。隠れてチャンスを狙ってるのかな。わからない。でももし本当に生きてたってへっちゃらだぜ、あの野郎。ご飯さんに手も足も。俺たちのスーパーゴテンクスぐらい強かったよな。もっと強かったよ。そうか、うん、そうだ、聞かせろご飯。へえ、それよりどう。俺が持ってはいるが、デンデが。大丈夫、デンデは生きてますよ。ほら。何？デンデのところに向か。ん？なんだ、人が。はい。あ、ミスターサタン。なんしぶといやつだな。いや、一緒に連れて行ってやろう。俺は神の神殿から見ていた。ああ見えても根は善人なんだ。あいつはあいつなりに地球を救おうとしていた。デンデ、よく逃げ延びたな。でかしたぞ。ポポさんが僕をすぐに下界へ放り投げてくれたんです。さすがミスターポポ、素晴らしい判断だったぞ。おい、何者だ、あの顔色の悪いガキは。ほら、ガキとは何だ。え？魔人ブーだ。どうだな、一体何を企む。おい、チビたち。え、なん、勘違いするな。貴様の相手はこのまずチビたちとの後お前と戦ってやる。なんでだ、なんでそんな回り。貴様はこの俺を倒したいんじゃなかった。どうしたチビたち、俺と。なんだと、僕たちが怖がってる。今度こそやってやろうぜ、トランクス。当たり前だぜ。待て、何か変だぞ。おかしいと思う。ミュージャンハー。じゃじゃー、またまたやってきたで。あのチビのパワーとピッコロというやつの頭さえた。
あっ、どうかな、ごはんくん。無事作戦成功だよ。この瞬間こそ未来においても二度と現れぬであろう最強の魔人の誕生だ。汚いぞてめえ、二人を自分に取り込むなんてよ。お前のせいだぞ。お前は絶対に最強であるはずの私より強かった。遥か遠くにお前の存在を感じた時からこの作戦は始まっていた。そこで考えたんだ。その時戦っていたスーパーゴテンクスとかいうチビを我が身に吸収すれば、どんな奴が現れたって最強の王座は揺るがないと。だがそのチビのパワーには時間が限られているらしかった。そう話していたんだ。もし吸収する瞬間に元に戻られては困るからね、次の機会を待ったんだ。再びスーパーゴテンクスとやらになるには1時間あればいいらしい。だからそれまで消えていたんだよ。くん、そういうことだったのか。どうせ吸収して一等賞になりたかったら、この俺を吸収すりゃ簡単だったのによ。何も分かってないようだな。敵もいないのに最強になってどうするんだ。前の魔人ブーが言ったはずだろう。絶対にお前をぶっ殺してやると。それが最大の目的だ。なるほど、そういうことか。納得。勝負を急がせてもらうぞ。吸収したスーパーゴテンクスとやらは変身時間がかなり限られているようなんでね。貴様にしては冷静な判断だ。コロさんも吸収したのは正解だったようだな。ほら、
頑張れよ。ずいぶん弱ってきてるぞ。無駄だ。このままじゃ勝てない。どんなに戦っても無理だと悟ったか。このままじゃとてもかなわないと。黙れ。ボロボロだな。もう。こりゃ計算違いじゃったの。しゃあない孫悟空。お前。いや、そうです、ご先祖様。実は孫悟空はもう。そんなことはし、代わりにわしの命をくれてやるんじゃ。それ。大海王神様の命を。いけません。だったら全宇宙はもうおしまいじゃ。ではせめてこの私の命を。私もそれくらいは役に立ちたい。無理せんでいい。お前はまだ若い。わしじいちゃん。ではうう。すまねえ。この命絶対無駄にはしねえぞ。よし、早く行け。ほれほれ、わしの死を。あ、じゃ。おっと、待った。わたす。ポタラじゃ。あとで片方を左耳につけろ。これつけと。もう片方はご飯の右耳につけさせるんじゃ。あ、当たり前じゃ。しかも効果は、これが昔からの海王神の。知りませんでした。本当に近頃の若いやつはしょうがない。ほれ、ちょっと試して。あ、おお、すごいパワーですよ。これなら私も戦いますよ。お調子になるんじゃない。もともとが大したことないんじゃ。まともに戦いっこないじゃろ。あ、こいつは確かにすんで。かポタラにそんな弱点はないわい。永遠にじゃ。え、ま、保証できんがな。めいったな。ずっとご飯と合体したままか。ブツブツ言っとらんでさっさと行け。死んで。じゃ、行ってくれ。何もかも消えてしまえ。お父さん、なぜ下界に。ご飯、これは。え、あ、い、ひ、拾え、早く。
つを右の耳につけんだ。オラと合体してブーを倒すんだ。なんだと？合体？させるものか。うわ、しまった。はあ、そんな、そりゃねえだろ。これはいい。前よりさらにパワーアップしてしまったぞ。ご飯との合体が。さあどうする。お前が合体したがっていた孫悟飯は私がいただいた。もうお前が合体するものなどどこにもおらんぞ。ええぞ、何人も何人も吸収しやがって。くそーく、この木は、まさか。どうした、もう諦めたか。ならとっとと死ねい。瞬間移動か。来るのはここまでじゃ。せっかく閻魔大王の計らいで肉体を戻してもらって一日だけ戻れたというに、あんなのが相手では。ふん、気にするな。どうせ死んでいる身には変わらん。やるだけやってやる。ベジータ、やっぱそうだった。カカロット。ベジータ、黙ってこいつを右の耳につけてオラと合体してくれ。断る。なぜ俺が貴様なんかと。これしかねえんだよ、魔人ブーに勝つにはさ。貴様と一緒になるぐらいなら消された方がマシだ。こだわってる場合じゃねえな。終わっちまうんだぞ何もかも。気に入らんのだ。この前貴様は俺と戦った時、さらに上の力があるにもかかわらず隠していた。何がスーパーサイヤ人3だ。いちいち勘に触る野郎だぜ。そんな奴と合体なんかできるか。悪かった。あれは変身していられる時間が限られてたんだ。もしもの時のために。言い訳などどうでもいい。俺に手を抜いたことに変わりはないんだ。なめられたもんだぜ。じゃあこのことも知ってっか。みんなブーに食われちまったんだぞ。ブルマもトランクスもだ。ブーが近づいてきている。頼む、助けてんだろみんなのことを。よくぜ、早く。見つけたぞ。ジータ、よくがこの合体は一度やったらもう二度と二人は元に戻れねえ。いいな。なんだと。くそ、こんなギリギリで言いやがって。いいんだろう、これで。サンキュー、ジータ。何が起きた。よっしゃ。最強ライバルの共闘、吸収進化する魔人ブーを倒せ。
ベジータとカカロットが合体してベジットってとこかな。さらにこいつがスーパーベジータ。おお、大したもんだな。来いよ。意気がるなよ。本気でやってほしいな。貴様何度に。無駄なんだよ無駄。俺の勝とうだなんてさ。本気でやってこの様。本気でやってこの様だったかな。おらおら。本気を出させてほしいもんだな。さて、もう飽きたから10数えるまで待ってやるから。1、2、3、4。ぐぅ、何やってるんだ。早く気づけ。ここまで追い詰められたら、こうなったらあいつを吸収するしか。そうだ。さっきあいつにちぎられたあれを。7、8。やっと気づいたか。そのためにわざわざあの頭についている尻尾みたいなやつを切ってやったんだ。よし、やつは油断している。9。さて、果たしてうまくいくか。10。よし、ファイヤー。
やったやったぞ。